はい、山梨慎吾堂のフェアリー TV。 今回はホイールワープをやっていきます。はい、こんにちは。札幌のライブ美容室の山梨の後藤です。今回は、メッシュのホイールワープっていうのをちょっとやっていきたいと思います。ここにメッシュを今入れるんですけれども、リタッチが終わってこれからメッシュを入れます。で、通常、まあ、そこまで長いモデルさんじゃないんですが、まあ、皆さんどういう風に入れるか分かんないですけど、まあ、こういう風にベタ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 と入れます。こんな感じに塗っていきます。となると薬剤が結構平等に付かないわけです。薬剤があまり平等に付かないですね。結構時間もかかっちゃう。ここでどうするかというと、ホイールワープというものをちょっとやりますね。これは勝手にちょっと僕考えたんですけど、メッシュ取りますね。そして、ホイールをワープさせます。で、なぜワープさせるかというと、薬剤の塗布量を均一にしたいからですね。このまま毛先の方に薬剤を均一に塗ってワープさせます。そして、ここで毛先をロックした状態でちょうど真ん中の位置をテールで持ち上げます。そのまま根元の方にやって止めます。なぜワープさせるかというと、もう、薬剤の塗布量を均一にしたいからですね。このまま毛先の方に薬剤を均一に塗ってワープさせます。そして、ここで毛先をロックした状態でちょうど真ん中の位置をテールで持ち上げます。そのまま根元の方にやって止めます。チップを取りますね。チップを取って、だからこのやり方だと短いホイールでできちゃうんで、まあ、これよりももっと短いのでできますんで、経済的な部分もあります。でこのように薬を均一化させて塗っていきます。そうすることによって、特にブリーチものとかだと、ブリーチ剤とかだと、すごくムラになりやすいんで、薬剤の均一化がすごく大切になってきます。なのですごく有効かなと思います。で、真ん中をテールで持ち上げて素早くワープさせて根元ロックさせて止めます。通常の流れでやっていきます。ホイールを取って根元からワープさせて、ちょっと止めて、こんな感じで。ホイールワープです。これで薬剤の均一化が、できますので、ブリーチもの時に特に有効かなと。今回はブリーチではないですが、非常に綺麗に染めることが可能になります。ホイールワープでした。